皆さんこんにちは。グラビアアイドルの副業として公然の事実のように扱われ、芸能界の必要悪として知られているものに枕営業というものがあります。昭和の時代はもっと閉鎖的で闇深いものだったとされています。実態はどうだったのでしょうか。今回はそんな枕営業の噂があった芸能人を取り上げていきたいと思います。増田恵子さんは本名は桑木恵子といい、1957年9月2日生まれ、静岡県静岡市葵区の出身です。1970年代後半から1980年代初頭にかけてアイドルデュオピンクレディーの K として活躍しました。 K オフィスに所属し、佐藤企画と業務提携しています。デュオで活動していたピンクレディーは2人一緒にという要求が結構あったそうで、複数での行為は当たり前のようになっていました。根性が座っていたミーさんはアブノーマルな要求も我慢して受け入れたと言われていますが、そんな中増田恵子さんはダダをこねて拒否することもあり、あまり評判は良くなかったそうです。野口五郎さんという恋人ができたことで枕営業を嫌がるようになった増田さんを相棒のミーさんが無理やり連れてくるようなこともありました。ドラマや映画、舞台などで活躍する女優の国分佐智子さん、和風美人という言葉がぴったりの女性です。そんな国分佐智子さんにも枕営業疑惑をかけられたことがあるようです。国分佐智子さんが該当しているかは不明ですが、タブロイド紙で1999年に番組に関わっていたスタッフやアナウンサー、そして芸能人が渋谷区のマンションで複数人によるみだらな行為が暴露されたことがありました。そこに1期生の国分佐智子さんもいたのではないかという闇の噂です。また俳優の窪塚洋介さんに遊ばれたという話も漏れ伝わってきました。これが本当だとしても過去の恋愛ですから黒歴史というかは不明ですが、ネット上では話題になっているようです。ちなみに国分佐智子さんと窪塚洋介さんの噂は以前からありますが、2人がスクープされた証拠のようなものは一切ありません。ガセかもしれませんし本当かもしれません。ただあくまでも恋愛遍歴なので、もし本当だとしても隠す必要のないことです。レースクイーン、グラビアアイドルとして一時代を築いたタレントの岡本夏樹さん、奇抜な衣装と爆弾発言という個性的なキャラを確立し、5時に夢中というローカル番組で再ブレイクしたことは多くの方の印象に残っているのではないでしょうか。岡本夏樹さんは1990年代から2010年頃にバラエティ番組などで活躍していました。そんな岡本夏樹さんがマリエさんの枕営業告発により注目が集まっています。全盛期はレースクイーンやグラビアアイドルとしても活躍していた岡本夏樹さん、枕営業について暴露していた過去があります。それは2011年の記者会見でした。ドラゴンネストのハロリ声優の記者会見での出来事でした。声優に初挑戦したモーニング娘。道重さゆみさんが登場します。同席していた岡本夏樹さんが唐突に道重さゆみさんにアドバイスをしました。道重がこの後10年芸能界で生き残るためには枕営業しかありません。枕を売ることも枕営業ですからね。道重はまだ赤ちゃんだから大人の事情をいろいろ教えないと、と述べました。2つ目は2014年5時に夢中での発言です。生放送の情報番組5時に夢中で2011年から約4年半もの間火曜レギュラーを務めていました。2014年5月20日に過去に枕営業を含め年収2億を稼いだと告白しています。枕営業した人数は2000人に及ぶとの情報もありました。自分の22歳29歳を思い出すとね、まあそれは時代もありますけど本当にいい時代でね。東京に上京したばっかりで芸能事務所入って独立して年収2億あった時代なんですよ。この体一つでね、枕営業もしながら2億ですから。また岡本夏樹さんをよく知る民放局ディレクターは取材に苦笑いしてこう言いました。彼女は基本真面目でサービス精神旺盛、ただ悲しいかな最大の欠点が笑いのさじ加減が全くわからないことなんです。三者子交番は美濃門太の次男逮捕を受けて、往生際が悪い、引退しろと発言したことがきっかけですし、フジテレビが使わなくなったのも「徳だね」の MC 小倉智明のかつら疑惑に言及したことだとされています。業界にいればテレビ局とこの2人の関係の深さがわからないはずはない。そこを一切の忖度なしでズバズバ発言するわけですから、テレビ局が怖くて使えないと判断するのは当然のことでした。いわば交番は時間の問題だったわけと述べています。森尾由美さんは女優、声優、タレントとしてこれまで活躍しており、現在もスターダストプロモーションに所属しています。森尾由美さんは雑誌「セブンティーン」読者モデルに応募し、掲載写真を見たスターダストプロモーションの関係者にスカウトされたことで芸能活動をスタートさせました。森尾由美さんが20代の頃は「オールナイトフジ」の司会や「天才たけしの元気が出るテレビ」などバラエティでも活躍し、タレント活動の幅を広げ、フジテレビ系トークバラエティ「森の磯松」シリーズで人気知名度が定着し、1990年代には多くのトレンディドラマに出演していました。森尾由美さんはアメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ在住の河井直之さんと1992年に結婚して、翌年に子供が生まれています。旦那さんとは長年別居婚が続いていますが、別居婚の理由は不仲などではなく、森尾由美さんの仕事が日本なのでそれが原因となっており、現在も離婚はしていません。ただネットは森尾由美さんのように家庭に恵まれ、順風満帆な人生を送る相手にこそ悪い噂を流したがる習性が目立ちます。どのような噂が流れているかというと、森尾由美さんが枕営業をして一晩5万円を稼いでいたというような内容です。もちろんネット上で森尾由美さんの過去についてガセ情報を流すのは個人サイトばかりなので、全く信憑性についても怪しいものばかりと言えます。しかしそういった情報に振り回されることなく、それどころか森尾由美さんはむしろ家庭円満という言葉がふさわしい印象を発信し続けています。すでに結婚して25周年を迎えるとなれば、さすがに一時は離婚という考えが巡ることはどの夫婦にもあることではないでしょうか。歌手の岡田由紀子さんが亡くなり、今年で38年の月日が流れることになります。未だに当時の人気ぶりを忍び、心を痛めるファンは多くいらっしゃいます。1986年に人気絶頂だったアイドル歌手の岡田由紀子さんが自ら命を絶ったというショッキングな報道は日本中に大きな衝撃を与えました。若者が続々と自ら命を絶ち、社会問題となったのですが、これをゆっこシンドロームと呼ぶほどでした。そして岡田由紀子さんが亡くなった後、さまざまな憶測が流れましたが、遺書が自宅のマンションで見つかっていることが分かっています。サンミュージックの相沢会長はその遺書に死の原因となる男性について書かれていたと語り、恋愛で悩んでいたことは明らかとなりましたが、その相手の候補には4人の男性が挙がりました。その中でも岡田由紀子さんは石原裕次郎さんの愛人だったのではないかというものがありました。当時の石原プロモーションは芸能界での莫大な権力を誇り、松田聖子さんと神田正輝さんが結婚したのも石原裕次郎さんの指示だったと言われています。またアイドルとして全国に売れるため政界人との枕営業をしていて、その慰め役に神田正輝さんや舘ひろしさんなど軍団のメンバーが当てられていたなど、さまざまな想像による憶測が飛び出しましたが、真相は分かりません。枕営業については次のような噂があります。一部のメディアで触れていたように思いますが、岡田由紀子さんが死を選択した理由には枕営業があったのではと語る人もいます。その証言者はこう語ります。当時彼女は恋をしていました。それが恋人だったのか片思いの相手だったかは分かりません。正直言うと予想はついているんですが言えません。分かっているのは初めての枕営業の後、しばらく放心したようになっていたということと、もう彼に会えないとさめざめ泣いていたということ、そしてその数日後に彼女がビルから飛び降りたということです」と述べています。岡田由紀子さんが亡くなった時、司法解剖によって妊娠していたのが分かったという噂が流れました。しかし岡田由紀子さんの死因ははっきりとしており、事件性がなく司法解剖は行われていないため、こちらはデマの情報です。峯岸徹さんへの片思いが発覚し、それが自ら命を絶った原因と思われたり、峯岸さんにもてあそばれたと一部のファンが騒ぎ出したりしたことが、妊娠の噂へと発展していったのでしょう。おにゃんこクラブの中でも歌唱力に定評があった河合その子さん、早い時期からドラマやソロデビューするなど、おにゃんこクラブを代表するメンバーの一人でした。2010年におよそ20年ぶりに芸能活動を行ったことが大きな話題となった河合その子さん、素敵に年を重ねたその姿を見て、若かりし頃を思い出したファンは少なくなかったと思います。そんな河合その子さんには芸能関係者の書き垂れだったという噂があります。書き垂れとは遊び目的の彼女を意味する隠語です。それもその話をナイナイの岡村隆史さんがラジオで話したことで、現在ネット上では枕営業をしていたのではないかとかなり話題になっています。おにゃんこクラブ出身でソロデビューできたのも、河合その子さんが関係者と枕を共にしたからではないかともっぱらの噂が立ちました。中には河合その子さんの枕疑惑を冗長している噂の枕営業動画が存在するという眉唾な話まで存在します。その映像には河合その子さんらしき女性の姿が映っていますが、鮮明な画像ではないため真偽は分かりません。西田幸子さんは1942年1月1日生まれ、現在82歳。女のためや女の道などのヒット曲で知られ、哀愁漂う歌声と女心を巧みに表現した歌詞で、多くの女性リスナーの支持を集めました。西田幸子さんは夫関口宏さんと結婚しており、2人の間には1人の息子が誕生しています。西田幸子さんと関口宏さんは家庭を大事にしたいという思いでお互い支え合ってきたといいます。そんな2人の努力は実り、長男は立派に成長し、現在は俳優として活動しています。順調に思える西田幸子さんの人生ですが、芸能界という特殊な環境で生きるということは、それだけ多くの困難や試練が待ち受けているということ。西田さんも歌手としてデビューした当初は枕営業の噂に悩まされたこともあったそうです。確かに昭和の芸能界では枕営業が横行していたと言われています。権力者や財力のある人物に女性タレントが性的な要求を突きつけられるケースが多かったのだとか、中には枕営業を拒否したために芸能界を干されてしまったタレントもいたそうです。西田さんが実際にそういった被害に遭っていたのかは定かではありませんが、噂になるだけの理由はあったのかもしれません。芸能界の裏側で行われていたことを知るとがっかりしてしまいますよね。テレビの前では明るく楽しそうに映っているタレントたちですが、その陰ではこのような苦労があったなんて一般の視聴者には想像もつかないことです。しかし西田さんはそういった困難を乗り越え、歌手としてのキャリアを築き上げました。その背景には関口さんの存在があったのかもしれません。ピンク・レディーのミーとして一世風靡したミーさん、若い頃と変わらず現在もとても美しく、歌手、女優、タレントとして大活躍しています。そんなミーさんにも枕営業の噂がありました。ある人が語るには、ピンク・レディーの場合はセット売り扱いだったという噂があります。というか2人一緒にという要求が結構あったそうで、3P、4P は当たり前のようになっていたそうです。どちらかというとミーさんの方が根性が据わっていたとされており、アブノーマルな要求も我慢して受け入れていたようです。ミーさんは一時期、西城秀樹さんと付き合っていましたが、こちらは枕営業の後に立ち寄ったミーさんを、西城さんがお疲れさんと出迎えたという話があるくらい、プロ意識のあるカップルでしたね。と今では考えられない話が、まことしやかに伝えられているようです。北島麻衣さんは1986年に14歳で奥田瑛二さんと共演したコンパクトカメラニューカルディアンの CM で芸能界デビューしました。そして翌年1987年にはフジテレビの年末キャンペーン CM に起用されています。デビューしたての北島麻衣さんを業界の人は、新人らしい可愛げがなく、こちらを下に見ているようでもあり、帰国子女だからとか人見知りなのではといった理由とは異質の冷たさを感じたといいます。北島麻衣さんは歌手としても活動をしていました。北島麻衣さんは1988年に父親である北島治さんのプロデュースによりシングル「ウィスパーそっとあなたに」で歌手デビューしています。プライベートでは前述の通り1996年元光源氏で俳優の大沢樹生さんと結婚しました。しかし離婚後の2013年に長男は夫ではなく違う男性との間にできた子供だったと判明したことにより大騒動となりました。托卵女子、クズ女など世間や芸能関係者から大きなバッシングを受けました。さて2015年、自身の子供について元夫の大沢樹生さんとの騒動に責任を取る名目で芸能界を引退しました。大沢樹生さんと離婚後、すでに2007年には小学館に勤める和坂直之さんと再婚していました。この再婚の流れにもいろいろ噂が流れています。実はもともと枕営業で出会ったとか、あるいは授かり婚だったのではないかなど憶測を読んでいます。現在の旦那さんである和坂直之さんは一般人のためあまり画像も出回っていませんが、少ないながらもいくつかそれらしき人物が写っているものがあります。それを見ると大沢樹生さんとは違ったタイプでちょっと意外な感じがします。ただ小学館勤務で年齢も加味するとそこそこお偉いさんになっているはずです。それにしても2015年に引退を口にした時には衝撃が走りました。その理由として北島麻衣さんは、私が女優だから息子や家族が好奇の目にさらされてしまったと述べたのです。あまりご自身の非を大事として捉えていないということが分かり、これも世間の顰蹙を買いました。一説では和坂直之さんと再婚したのは枕営業で子供ができてしまったからと言われています。確かに2007年7月に結婚し、10月に妊娠を発表、1月には女児を出産しています。和坂直之さんには黒い噂も流れており、写真集を出したいならば和坂直之に抱かれることと言われているのだと噂されています。どのような経緯で再婚したのかは不明ですが、北島麻衣さんは子育てをしながら専業主婦の道を歩んでいることは確かなようです。いかがだったでしょうか。昭和という時代がそうだったのか、昭和の芸能界がそういう世界だったのか、今の私たちには真実は分かりませんが、今現在の時代にも表沙汰になっていないだけでそういった裏側が存在するのでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。